関東大震災による火災旋風を描いた図1988年にイエローストーン国立公園で発生した火災旋風火災旋風とは地震などの自然災害や空襲などの人災による都市部での広範囲の火災や山火事などによって炎を伴う旋風が発生し大きな被害をもたらす現象であるしかし旋風の発生条件や発生メカニズムは 未解明である。二千三年、キャンベラ北部の山火事で発生した火災旋風火災旋風により発生した竜巻上の炎火災旋風は竜巻に似た外観になることもあるものの、竜巻は上空の大気状態により発生する全く別のものである。火災旋風の発生メカニズムは完全には分かっていないものの、ここに発生した火災が空気中の酸素を消費し、 火災の発生していない周囲から空気を取り込むことで、局地的な上昇気流が生じ、これによって燃焼している中心部分から熱された空気が上層へ吐き出され、それが炎を伴った旋風になると考えられている。さらに、これが酸素濃度の高い方向へと動いていき、被害が拡大していくと見られている。ただし、都市中心部ではビル風によって、 火災旋風が発生する可能性も指摘されている。火災旋風の内部は秒速100メートル以上に達する炎の旋風であり、これに巻き込まれたものには高温のガスや炎を吸い込み呼吸器を損傷したことによる窒息死が多く見られる。一方、旋風の温度は摂取鮮度を超えるとされ、副闪熱による被害も生じる。D は静止型火災旋風と 移動が高さい旋風の2種類に分類した。1755年のリスボン地震、1923年の関東大震災で約4万人が消死した、本所被服症跡をはじめとして、世界各地で多数発生してきた。1943年のハンブルク空襲、1945年のドレスデン大空襲、東京大空襲、広島市への原子爆弾投下。 長崎市への原子爆弾投下などの大規模な空襲によっても発生が確認されている。ありがとうございます。